すいません。これって何なんですか？これ正面なんですけど、壊れてしまってね、汚いから。ああ、なるほど。なんかなと。ローラーか。ごちそうさまでした。よし。はい、というわけで、とってもね、美味しい食堂でございました。値段もね、学生の食堂みたいな、ね、感じで、なんか高校生時代をね、思い出すぐらいな、そんな感じでした。で、この今日行った満腹さんなんですけども、他にもね、いくらかお店があって、なんかテイクアウトというかお惣菜屋さんですね。で、今回はなんか普通に食堂でテイクアウトもできるような、お店でございました。まあね、また本当に興味ある方、ぜひね、フラッと寄ってみてください。とってもなんか懐かしいお店でございました。ありがとうございました。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。